こんにちは、世界宮古島不動産です。本日はですね、宮古島を視察に来ております。ただいまは JA さんのファーマーズマーケットにお邪魔しております。中の様子を、ご覧ください。マンコ、かぼちゃですね。パパイヤです。冬瓜です。かなりのサイズですね。これ何キロあるんだろう。ヤムイモ、自然薯のような芋の仲間だそうです。ちょっと一ついただきます。うん、宮古豚ソース。キュウリ、ごめんもありますね。干し芋、いちご、新しい市場のごめんです。5キロの2000円です。お弁当も売ってます。さつまいもペーストです。沖縄といえばゴーヤですね。ゴーヤ美味しそう。ゴーヤチャンプル美味しいですよね。大好きです。宮古の島らっきょう、島らっきょう結構高いですね。これは水耕栽培にもいいかもしれないな。島らっきょう、サトウキビ売ってます。200円。どうやって食べるんでしょうかね。島です。レタスもあります。キャベツは1つ230円。サニーレタス、リーフレタスが120円。ほうれん草は150円。玉ねぎです。いや、こんな感じでやっぱり楽しいですね、こういう J さんのファーマーズマーケット。お、卵は鹿児島産で L サイズ335円ですね。結構高いですけど、まあ今全体的に高騰してますんでね。大葉が半端じゃないですね。大葉788円。ああ、まあ82円もある。小松菜、ブロッコリー、パテモヤ、パテモヤさっきありましたね。空港にもあったんですけれども、こうやって食べるんですね。果物だ。チンゲンサイ、ファイヤーです。お、リンゴだ。ジューシーオレンジ感じですね。いや、入り口からは締め出しを食らってました。入り口からは出れないということで、こちらが出口だ。よかった、無事に出ることができました。こんな感じで新す市場、すごい、やっぱり八重山の方とはまた違った感じですね。あ、飛行機だ。すごい、やっぱり空港の近くなので飛行機もすごい飛んで飛んでます。ということで、やっぱり JA さんのファーマーズマーケット、とても楽しい時間を過ごせました。皆様ご視聴ありがとうございます。